1日目です。1日目山のやり方で、はい、まあ、エベレストとか行くともうスロープ1本、1本で登るようにするんだけど、はい、ちょっとこれだと制動がかかりにくいんでスピード出ちゃうから、うん、まあ、初めてなんで2本で、2本で降りるためにこの2個は泣いてます。はい、2個としてこういう感じで、はい、こう体重かけてこっちの手でこっちを押さえてこっちを出して、両手こう持ってもいいし片手こう、それにしても下が深いですか。深くて木の根っこもあるんで登ってこれるからああなるほど、まあ、ロープ使って登ってくるんで、まあ、最初はこのぐらいの方が、うん、いやこんなロープなくても進まないよっていう、うん、下りよりも上りの方がロープが必要。あ、そうですか、うん、これはな、懸垂角度でも穴からの脱出の練習をした方がいいかもしれない穴とか落ちる時あるんですか。まあ、クレバスをしたりとか。あ、そっかそっか。ちょっと崖から落ちたりとかね。ええ、一日目です。一日目、一日目、おぉ、うわぁ、なんかガチガチ言ってますね。ガチ、一日目、行きましょう。はい、すごい初アイスクライミングです初アイスクライミングというかすごく綺麗ですね、このライン。うん、めちゃめちゃ綺麗。わあ、初クライミングです。アイスクライミング、ああ、ここ登ります。今登られてます。うわあ、すごい。取るんですね。ちょっと本当にあの自分のここに骨肉つけて、はい、さっきの水が流れてる。どうもどうも、はい、どうも。本日の一本ですね、これもアブソリュートヴィンテージのサングラスです、うん、はい、これですね、雪にも映えます。いい生地使ってます、これも。うん、ね、こんな感じの生地を使ってますね。綺麗な生地なんです。サングラスのレンズ入ってますけど、この色を抜いて普通にメガネとして使えます。うん、いい生地です。本日の一本、アブソリュートヴィンテージ。今日はアイスクライミングですよね。アイスクライミングと垂直懸垂加工を、やりました。そして今ウイスキーいただきました、こちら。来ますね美味しい、うまい
うん、ファンタです。ウイスキー、うん、うん、成田のお酒、大吟醸、ほっほー、へー、